そんなに整理された形ではなかなか言えないんだけど、先週ちょうど震災記念、阪神・淡路で、真野地区って神戸の、はいはい、うん、であそこはその震災の前から調査や計画の提案で入ってたんですけど、で震災になっちゃって、それから電話したら頑張っちょるっていうで、とにかく行きますとか、なんかね、さっきの魅力の話で言うと、間野っていうのは人とその暮らしぶりというか、なんか彼らがお互いにこう支え合って生きている、その日々の、なんて言うんだろうね、積み重ねた人間関係と、それも活動、それが自分たち自身の手 で誰かお役所に頼ってなんとかじゃなくてね、全くこう自立のこう自分たちの暮らしっぷりっていうか、まあ、コミュニティという言葉にしてしまうと、まあそうなのかもしれないけども、自助互助っていうふうにみんな言うようなものをね、長年こう作り上げてきた、そういう、もうだから60年もそこら時間かけてやってきたとかね、なんかそういうのがあって、でその間にこう世代交代もあるじゃないですか。そういう世代交代のいろんな問題もね、苦心しながら少しずつこう現在も乗り越えたんだか乗り越えないんだか、お互いにみんなハラハラしたりなんかして、でもそれを続けてきて、で高齢者ももちろん昔からどうしたらいいっていうのはみんな共通にいろんな形で支えて、日常的に支えるっていう、それが蓄積されてるし、災害の時もそうだけど、災害じゃない時もしょっちゅう、ちょっとしたお祭りをやるんですよね、自分たち でそうすると役割分担ができてて、でお母ちゃんたちがたちまちなんか食べ物をセットするとか、でおっちゃんたちはその辺のしつらえをするとか、若者がどうするとか、みんなこう言わずとできると、でその言わずとやれることが震災の時なんかはすぐみんな集まってね、それで俺は何やる、俺は何やる、私はこれやるとかいうふうにして、それでもう自分たちの暮らしを自分たちで自立しているっていうか、そういう形でやれるっていう、だからそういうのがこう非常にこう基本的な暮らしを自分たちの手できちっとできるっていう魅力がね、あるよね。で呆然としてしまう町なんて、やっぱりその周辺にいくらでもあったわけだけど、だけど彼らのところは、人口で、まあ震災の前は7,000人いたのかしら、で今5,000人ぐらいになってんじゃないかと思うんだけど、というようなことなんですね。でだからその魅力っていうのは一つ、非常に大切な魅力だなと思っているんですよ。すぐそこに住宅遺産トラストって、この前ちょっと話をしたかもしれないけど、そういう、近代建築とか住宅建築のね、遺産を保存するそういう活動を一生懸命始めたのがいて、それで僕らのこの町づくりハウスはそれの
生みの親の一つでもあるんですけど、そういうものを保全しようというふうに人々が思っているその気持ちがあるかないかですよね、うんうん、そうじゃないとね、なんかね、記憶を失った人間みたいになっちゃうから ね、 うね、うん、ここで言うと去年園田隆弘邸っていうね、うんうん、吉村純三が設計した建築 で、 す、ね、でそれを保存することに決まったのね。音楽家だったら知らぬものはないっていう、うんうんうん、名ピアニスト、もう亡くなっちゃったんだけど、うんうん、10年ぐらい前に、うんうん、それでその人の建築を、あ、その吉村純三の建築を残したいいうのが一つと、うん、それからまあ各園さんがそこでやったんだからっていうんで、うんうん、で5年ぐらい町づくりハウスが声をかけて、あのいろんな建築系の保存の専門家のね、藤森輝信とかいるじゃないですか。いますね、はい、だからそういう人たちと、それから音楽の方は園田春子さんという夫人がね、うんうんうん、声をかけて、それでこれまたなかなか素晴らしい人たちが集まって、うんうん、で年3回ぐらいコンサートを毎年やって、うんうん、5年間やって5年目に、一度あのオープンハウスでね、保存したいっていうお家を何軒かみんなで見て歩けるっていう、そういうイベントを始めましょうって言って、それでね、前川邦夫邸と、それからその園田邸と、それからもう一つそこにあの吉田久弥、ああすごいの建築家があってね、へ、で吉田久弥の建築家とうとう保存できなかったんだけど、ああすごい、うん、で園田さんのやつはその建案のやつだで、でそれが去年アンパンマングッズの製造販売をしている大阪の人がね、吉村純三建築の大ファンでね、で東京にやってきてちょっと覗いて、でぜひこれを買いたいって、で理由の一つにやっぱり我々みたいなその周りで一生懸命になって応援してて、それで維持管理なんかもね、そのグループに頼めばやってくれるっていう可能性があるってことも含めて、それで買いましょうっていう話になって、それで我々もなんかそういうことになったから一般社団法人にして、それでそれを住宅遺産トラストっていう名前にしてやりましょうというので、それの専門のチームができたんですね、ってなような具合でね、あのやっぱり一つずつそういうのをこうやっていくのは大変なんだけどさ、その林さんを含めて、うん、そのお仲間たち の、 この保全をしなくちゃっていう思いは、ええ、どういう感じの思いから来るんですかね、うん、どういう感じなんですかね、あの、うん、この、道のすぐ向こうにバス通り沿いに、うんうん、我々は緑のコモンズという名前をつけちゃったね、欅の木が道路沿いにこうわーっと大きなあるんですけど、でそれはもともとそこを宮脇ダンさんってどうでしょう、はい、宮脇ダンさんが設計したバンファンというあのバンの系列のね、あの人が作ったあのお店があって、でそれ宮脇ダンの設計だったので、あのみんないろんな縁ができてたんだけど、でそのお家が結局処分されてなくなってしまうっていう時に、あの庭の真ん中にあった欅の木はどうなるだろう、なんとか残したいっていう話があって、それでこの辺の人たちが少し集まって、でそのあの欅の木が、今に残ってるんですね。残すのに庭の真ん中にあったのを道沿いの土地に移植して、それで残すって、で移植するのにね、
1年ぐらいね建築中どっかの住園地に置いとかなきゃいけないいうのとね、うん、なんかね埼玉の住園地に持ってってそれで1年経って帰ってきたの、ねうん、そやっぱり相当お金かかるでしょ、うん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 、だからまあそのお金が200万かなんかそういうお金かかるのでそれで、うん、全部それをねオーナーが負担するっていうのは無理だから、うん、だからあの地域でサポートしてくれませんかっていうなんですよ、うんうんうん、でね半分ぐらいねあの地元で集めたんですよ、うん、でもまあその中の、半分近くは元のオーナーがねお金を少しまとめて出しましょうって言って、うん、でそのだらし40万かそこらのお金それ以外のお金はこの辺でみんな少しずつお金を出し合いましょうと、うん、いうので、うん、あの残ったのね、うん、でそういうのでそれを記念して緑のコモンズと称して、うん、でその第2弾第3弾がまだ出てないね。あじゃなくて、うん、今 の、まあ、あの林さんがおっしゃったような間野のケースとか、うん、まさにここらの玉川前田町のね、うん、玉川まちづくりハウスの取り組みなんかは、うん、すごくこの民意を組み上げるとか、うん、民意を組み上げるっていう、いうこと自体がおかしいぐらい、うん、もう自然にこう人々たちがこう自律的に、うん、自分たちがコントロールして運営しているっていうところがあると思うんですよね、うん、だからそこら辺のやっぱ今のお話聞いてると人なのかなっていうキーパーソンが重要なのかなと思ったり、キーパーソンっていうのはあんまり好きな言葉じゃないんだよね。やっぱりみんながこう実感している困難だったり楽しかったりいろいろこう、まあ、楽しければ分かち合いたいと思うし、で困難な場合には少し応援して何とかしようっていう、なんかそういう関係っていうのはね、あの必ずこうオープンな関係がうまく作れればあみんなの気持ちの中から出てくるっていう、ただそのオープンな関係っていうのがね、あの実際にはあのなかなか難しいんですよね。あの例えばこの辺でお家に住んでいるお年寄りが、あの僕のよく知ってるあの老婦人なんかはやっぱり自分の家の中がちゃんと片付いてないと、あのちょっとうちにはもうどちらかってるから、あの中に入っていただくのはちょっとっていう感じを持たれるわけね、うんうんうん、でまあ僕のも全然散らかってるところじゃないんだけど、だけどまあ一緒に何かやるっていうのはいいなっていうので、でお互いにそういう関係になっちゃえば、うん、あのそれで、うん、受け入れられていくと、だからそういうふうに、うん、あの本当にごちゃ混ぜになってどうしようもないっていうお家ももちろんあるわけだから、でその場合は その空間をどういうふうに片付ける話にこう、もう自分自身にはなかなか片付けられないから、だから誰がどういうふうにその関係作りがね、なんか一緒にやろうよっていう関係ができるかっていうふうなことを踏まえて、それで「おそれじゃあ今度はその話ができるぞ」とかなんかいうようなかセットアップができるとね、ほんと少しずつそれにこう関わって、で関わっていくことでまた人間関係ができて、それで初めからその大人数一緒に入れなくても、とにかく一緒にご飯をうちで食べられるぐらい、 2,3 人で食べられるぐらいの、お茶を飲めるぐらいの、そういう空間を作りましょうねっていう、なんかそういうのがね自然とできてくるっていう状況がね、あの案外時間かかったりするんですよね。でもまあそれができるようになればね、やっぱりそのあの本人にとってもいろんな楽しみになるし、
からいろんな元気を元になったりかして、うん、そうですね、うんうん、ちょっとそんな最近はなんか茶話会の話っていうのがあって、はい、あの松倉ハウスはそこにあるでしょ、はい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 、で小西さんが一緒でしょ、はい、で小西さんがじゃあちょっと玉ねぎの茶話会っていうのをやろうとか言って、うん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 、で民生委員の人と一緒になって、うんうん、それでそこで少し集まることを始めたりかして、うんうん、でまあ少しそういうのこうやってごく普通にあのその辺であの会えば挨拶ぐらいする人たちがお茶も飲むっていう風になってくれば、うん、もう少しいろんなことがお互いにコミュニケーションで、うん、でそうするとあそこのデイホームでこんなことやってるとか、うん、じゃあ行ってみようとか、うん、ぜひおいでなさいとかっていう風にしてそれであのちょっとした健康のね、うん、問題その他をこう共有できるっていう、うんまあ、そんな感じですよね、うん。少し話を変えると、地域の中でいろんな人がいるわけでしょ。うん、だいろんな人がだんだん知り合ってくるといろんな役割分担ができるようになるから、だからそうするとあの少なくとも、なんかの活動をするためのグループが発生する。あるいはあの何かの時には声をかけて集まれるグループが発生する。それぞれの人が持ってるものを持ち寄ってそれでみんなのものになっていくっていうようなね、そういうあのことが一つずつ重なると、そうするとそれだけでそのコミュニティっていうか小さいこんな町だけどそこの人たちはだいぶあの日頃と普通にテレビであの入ってくるのと違う関係を情報をあるいは人の魅力をそこで共有できるでしょ。サードプレイスっていう昔の本もあるでしょ。はい、ありますね。であれで言うとやっぱりそういうことが可能になるようなものは昔から街の中にはいっぱいあったって言うんだけど、うん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 、そういうものはどん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 ね最近はなくなってきたと、うん、いうふうなことをあれあそこでは、嘆いてるわけじゃないですか。で今僕らの身近で言うとこう住み開きっていうかその活動がこうどっと広がり出していて、でその住み開きっていうのは結局今までこういうプライベートなスペースだったところをみんなに一緒にいろんなふうに活用したり共有したりする、そういう空間にするっていうのはね、あのお店じゃないし、がどっか あの会議スペースっていうふうに決まってるところではなく、で、あの必要に応じて、あのみんながそこを共有して、いわば単価の時には一緒に使えるっていう、その人数もいろいろで使えるっていうふうに、なんか住み開きの活動っていうのは、新しいこうサードプレイスみたいなもののね、日本版の日本的な、住み開きですね、ことができてきてる、内情をどうやって育むかみたいなところ、東京でいうとあのふるさとの会なんかが、山野でやっぱりホームレスの人たちをねあのサポートしなきゃいけない、でやってきて、それで彼らものすごく素晴らしい活動になってくるんだけど、であのもう千何百人千三百人とかいうその元ホームレスの人たちがあの地区の中でなんとかその暮らしの場所をねちゃんと見つけられるようにサポートして、でかつあのその人たちは、3割ぐらいはいろいろ
認知症の問題だとか、でもっとプラスしてあの体があちこち傷んでるわけだから、だからそれを医療的にサポートしないといけないというのと、福祉としてあるいは生活保護だとかいろんなことでサポートしないといけないとか、そういうことをしっかりやってるのがふるさとの会なんだけど、そういう社会的なあの民間の仕組みがあって、でそれがあの、区の墨田区だとかの台東区だとか、その区の活動とねちょうどこう組み合わされて、それぞれのお年寄りなりの生活が成り立つように支えてる、うんうん、そういう支え方であの地区のこう暮らしの循環がこう、うん、ちゃんと動いてる、うん、だからまあ魅力の条件っていうのはいろいろあるんだけども、うん、みんなの中にやっぱりいろんな知恵や可能性があるやつをね、うん、やっぱでもシェアですよね、シェアです、シェアね、シェアとそのあ、まあ、シェアから発生するのかもしれませんけど、うん、その町に対する愛着というか守っていこうというね、うんうんうん、家もそうなんだよね、うん、この家なんかね、うん、本当にそのなんていうのか、まあみんななんかそれぞれ、うんうん、結構この住み人自体が、うん、なかなかそんなに呼吸が合ってるわけでもないんだけど、うん、やっぱりなんかいろいろ自分たちなりにそれぞれなりに、うんねうん、ミュージシャンもいるし、いるしそうそうそう皆さんお仕事されてるしそうそうそう面白い、レストランオーナーもいますしね、うんうん、だからここはそういう意味でなんか多様な人間がこう住み合っていることを楽しんでいるっていうのが可能になってるのは大変ありがたいですね、うんうん、これはあの大野勝彦さんのもともと M1 っていうこれそれが最初の積水ハイブのシステムなんですよ。はでこれ完全にねこのボックス型 で、yeah. でこれがあのこっちは壁の中でできてるけど、実はユニットとしてはそこからこの向こう の、 あの階段の方まで含めてワンユニットなんですね。だからこれで 1,2,3,4,5 つのユニットが横にこう並んで、うん、分かります。ああそういうことなんですね。そうなんですよ。だからそういう意味で全くそのガレージみたいなね、うんうん、箱が、うん、あの並ぶと、うん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 、でやって住んでるうちにどうもずっとこの高さで天井が続いてるのは鬱陶しいから、あそこの向こうの2つの天井を抜いちゃおうとかね、うん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 、いうような話になって、うんうんうん、でそれをあの抜いたらその上どうするんだってね、うんうん、屋根別にかけようとかね、うんうん、だからものすごくここはそのプレハブをカスタマイズして、はいはい、そうです、ね、もうね40年ぐらい経ってんだこれ、はあ、いくらでもできるし、ちょっと都市のミクロコスモスみたいな感じですよね。そうそうそう、いろんな多様性とかね、うん、自由度を持たせる。そうだからだんだんこういろんな人間が集まって住んでるから、うんうん、この家の中自体が町のようになってきて、そうですねちょっとヒントかもしれませんね。そうそう、本当。まあでも今日はね、いやいや、なんか長い時間になって、いやいや、だけどもやっぱあの自立とかねはいはい、あの文化を維持するとか、そうそう、ね、相当重要なキーワードが得られたんじゃないかなと思います、うん、あ、はい、よかったです、ね、僕はあんまりそういうこと意識せずに勝手に話をしてます。いやいや、でもなんか恐縮です。話が収まったんじゃないかな。ありがとうございます。どうもありがとうございます。